はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 MDC バーベルクラブ代表を務めております、ナチュラルチェストモンスターこと生涯ナチュラルトレーニー健太店長です。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずね、動画の概要欄の宣伝から入らさせていただきます。動画の概要欄にですね、私関連のリンクと MDC 関連のリンクがですね、すべて集約されておりますので、お時間ある方はぜひ一読いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、例えばね、最近開講しました SNS とインフルエンサーの学校というね、はい、オンラインコミュニティ、オンラインサロンですね、こちらの URL とかですね、あとはちょっと僕絵を描いてまして、はい、Amazon さんでね、電子書籍を出版させていただいております。大人の絵本っていうね、クソつまんない、本なんですけどもまあそちらの URL とか、はい、あとはまだちゃんと YouTuber として活動してた頃の過去動画の URL とか、運営ホームページの URL とかね、全て集約されておりますので、ぜひぜひ一読いただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、久しぶりにちょっとヒップホップ関連のお話をしたいと思います。はい、まあ最近って言ってももう結構前から話題なのかもしれないんですけども、バッドホップさんとナメダルマさんの、まあ、ビーフについて、はい、こちらについてですね、私健太店長的ちょっと意見をね、述べさせていただければと思います。はい、まあ、言うてね、僕最近もうちょっと今の嫁と知り合ってから、嫁がちょっとヒップホップとかそっち系をまるっきり聞かない人間なんで、かなりね、今のヒップホップシーンに対して、無知でございます。はい、もう中学1年ぐらいからヒップホップ聞き始めて、僕も36なんで、かれこれもう25年近くヒップホップ聞いてるんですけども、嫁と知り合うまでぐらいしかねしっかり聞いてなかったんで、最近ちょっとね疎いんですよ。で、このビーフについても、まあ、僕がいちいち意見述べるあの資格もないんですけども、まあ一リスナーヒップホップ好きとして、まあ、ちょっと喋っておこうかなと。まあなんかリスナーさんからなんかリクエストがあったんで、はい。で、ちょっとね、いろいろと自分なりにこのビーフをおさらいしました、流れを。はい、全然僕、流れすら終えてなかったんで、なんかビーフやってるなっていうのは知ってたんですけども、その全然流れを終えてなかったので、しっかりね、ネットを使ってね、勉強させていただきました。はい。で、まあ、ことの経緯とかはね、もう皆さんの方が詳しいと思うんで、いちいちここで解説したりはしないんですけども、まずね、何を思ったかと言いますと、一応そのまずバックボーンとして聞いておいてほしいのが、最近見てくれた方は知らないと思うんで、僕はね、一応川崎南部出身で、もう生まれも育ちも川崎南部のね、本当にバッドホップさんの、まあ、地元とほぼ一緒です。実際にお会いしたこともありますし、喋ったこともね、あるんですよ。というのも喋ったことっつっても、もうね、15年以上前なんですけどね、多分僕がまだ何歳だったんだろう、あれちょっと覚えてないんですけど、まあ、後輩が連れてきて、僕当時もうコテコテの B-boy でヒップホップ大好き、クラブ行きまくりみたいな感じだったんで、で自分でもなんかまあ、趣味程度ですけどサイファーやったりとかね、ヒップホップ愛してたんで、まあ、後輩がね連れてきて、こいつらラップやってんすけど知ってるっすかみたいな感じで連れてきて、まあ、当時は本当全然知らなかったんで、まだ多分本当全然デビューする前っていうか無名な時期だったんで、いや知らんな、全然聞いたことないわ、ラップやってんだ、いいじゃん頑張れよぐらいの感じだったんですよ。はい。で、まあまああれよあれよと、そっから人気に火がついて、はい、もう今ではね天井人ですよね。で、まあ僕本当コテコテの川崎南部民で、地元も一緒なんで、まあバッドホップさんに対しては僕すごくね、まあ単純に、まあすごいなっていう、はい、感想を持ってて、まあというのもその川崎っていう街をね、すごいビッグネームにしてくれたのも多分バッドホップさんの、おかげでしょうし、で、
まあ、ヒップホップっていうものをね、これだけ一般的にも認知させた、立役者っていうか、まあ、第一人者っていうんですか、それもまあ完全にバッドホップさんの多分力だと思うんですよ。はい。まあ、それはね、ちょっとね、最近のヒップホップシーンに疎い僕ですら知ってるぐらいなんで、行く先々でね、いや僕、川崎南部ですって言うと、あ、じゃあ、バッドホップの地元だねっていうふうに僕言われるんですよ。あ、そうなんですよ、つって、めちゃくちゃ近いっすよ、みたいな感じを、もう僕何年もやってるんで、本当にヒップホップ浸透させてくれたんだなっていう、はい、素直にすごいなっていうふうにね、思ってます。はい。まあ、だって、実際それをね、今まで偉大なラッパーっていっぱいいましたけども、誰もそれをできなかったわけで、まあ、それをしようと思ってたわけじゃないと思いますけども。そうだけども、こんだけ一般のね、人たちにもヒップホップっていう音楽を、まあ、認知させて広めてくれたっていう意味ではすごいなっていうふうに、はい、思ってます。で、このビーフに対してなんですけども、まずね、僕はことごとの川崎南部民で、で川崎南部をね、めちゃくちゃ愛してるんで、はい、まあ、本来だったらば、バッドホップさんを応援するべきなんでしょうけども、僕の意見としてはね、正直ね、別にどっちを応援するとかでも、まあ、特になくて、単純に、まあ、なめだるまさんも、ワットホップさんも、まあ、みんなかっこいいなっていう そういう意見しか出てきませんでした。はい。正直ね、やっぱりもう、まあ、ラッパーにビーフってつきものですし、まあ、今回結構ね、なんか過激なことになったり、いろんな、ビッグネーム巻き込んだりして、結構大きなことになってるみたいですけども、まあ、ヒップホップってそういうものですし、はい。まあその辺はもうね、あ、ヒップホップだなっていう感じなんですけども、そのどっちがやっぱ絶対すげえ、絶対かっこいいとか、こっちは絶対やっぱなんかこっちの勝ちだとか、なんかどっちかに肩入れするっていうのはね、正直ね、感覚としてなくて、まあどっちもやっぱりすごいビッグネーム同士ですし、まあ本当素直に、ああ、なんかビッグネーム同士がぶつかると、こんだけムーブメント起きるんだなっていう、はい、なんか、ああ、有名な人たちってやっぱすごいなっていう感じですね。はい。で、まあ、僕、個人的にはですね、ちょっと音楽性的には、僕、なめだるまさんの方が個人的にはちょっとやっぱ、まあ、好きなので、ビーフの曲的にはね、曲的なそのやり取りで言ったら、ちょっと僕、なめだるまさんに1票ちょっと入れてしまうかもしれないんですけども、まあ、それはあくまでもね、個人的な好き好きの話であって、どっちのスキルが高いとか、はい、そういう話は僕、素人なんで、したところでね、説得力ないんで、あれなんですけど、まあ、好きなのはね、ちょっとなめだるまさんの音楽の方が僕はちょっと好みかなっていう、一応ね、リスナーさんに意見聞かれたんで、ここはちょっと、一応自分の好き好きを言っておきますけども。はい、だけど、どっちがすごいとかじゃないと思います。はい。どっちもすごいと思うし、で、その、ちょっとね、このビーフの流れをおさらいする中で、なんかその、ワイザー君がね、バッドホップのね、なんかその、内輪揉めしてる場合じゃねえだろ、みたいな。あ、こんだけ今よ、みたいな。ヒップホップ大きくなってよ、みたいな。もっとその、なんか、俺たちのヒップホップとか、そのヒップホップってものをもっと外に売っていかなきゃいけないんじゃねえのみたいな、なんでこんなガチャガチャちっちゃいことで内輪揉めしてんだよみたいなね、そんなことを言ってるインスタライブかな、あれなんかの映像をちょっと、まあ、全部見させてもらって、はい、まあ、それが本当言ってることが本当なんであれば、いや、まあ彼はね、ラッパーとしても、まあ、ビジネスマンとしても一流だなっていうふうにね、ちょっと感じましたね。確かにそうだなっていうふうにちょっと感じる部分もあったりとか、まあ今すごいヒップホップっていうものがやっぱり一大ムーブメントになって、地上波のテレビとかでもね、いろいろそうヒップホップ関連の番組がやったりとか、で、変な話、呂布カルマさんなんてもう今地上波のバラエティ進出してますからね。はい。僕、ユーザロックさん以降もう出ないんじゃないかなって思ってたんですけども、呂布カルマさんはすごいですね。頭もいいですし、コメントなんて、もう変な、そこらの、芸人さんよりも、よっぽど、面白いこととか言うんですよね、呂布カルマさんってね。頭良さそうだなと思って、感心していつもカルマルアンサー、正解のないクイズ見てるんですけども、はい。まあだからそんなこんなで、ほんとヒップホップってものが今ね、日本ですごい一般的に認知されてきて、すごくいい流れだと思うので、
確かにワイザー君の言う通り、なんか内輪もめゴニョゴニョしてる場合じゃねえんじゃねえのっていうのもちょっとわかるなっていうふうには感じましたね。はい、あれを本当になんかもう昔から狙って、意識してやってたんだったら、まあビジネスマンとしても、はい、まあ一流なのかなっていう感じがしますね。うん、まあ一流なんでしょうね。あそこまで売れるにはやっぱり楽曲とかね、ファッションだけではね、なかなか難しいところがあると思いますし、なんかいろいろその辺の裏事情も昔はちょっとね、小耳に挟んだりしたことがあったんで、まあ、やっぱ売れるためにはね、みんなが見てる以上に苦労したり大変なことがあるということで、うん、一流だな、みんな、一流でやってる人たちはっていうふうにね、まあ、そういう意味で、まあ、すごいな、やっぱりみんなっていう感想です。もう僕、おっさんなんで、なんかそのどっちがすげえよ、こっちだよ、絶対、おい、バット最強だよ、ナメダルマのがやべえよとかじゃなくて、もう、あ、みんなすげえな。うん。で、そのビーフのなんかやり合いの曲もやっぱり、まあ、いけてるんで、はい。まあ、みんなかっこいいなっていう すごい、そういう意見しか最近僕出てこなくなっちゃいましたね。だから僕にリスナーさんなんかそういう過激な意見を期待しても、まあ、無駄ですね はい、僕も今完全に人畜無害の平和主義者になってしまってるんで、うん、なんかそういう感じです。はい、まあ、ご期待に沿えずすいませんって感じなんですけども、まあみんなすごいなと。はまあプロレスだとしても、はい、ガチだとしても、どっちにしても、まあいろんなところでいろんな、なんていうんですかね、人たちの刺激になってるっていうか、夢を与えてる人たちなんで、まあ本当に素直にね、すげえなっていう、うん、そういう気持ちです。はい。まあこれからまだ先ね、いろいろ展開があるのかもしれないんですけど、まあ僕はもう多分そんなに調べたりは、曲だけ聴こうかなっていう、うん、感じですかね。ただ、なんていう曲だっけ、なんだっけ、バッドホップイズデッドでしたっけ、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども、その曲、まあ、ビーフの曲なんですけども、その曲は、あ、僕、やっぱ、なめだるまさんって売れるべくして売れたんだなっていう感じをちょっと持ちましたね。ビーフの曲なんですけど、完成度が高すぎて、はい、なんか、しかもその、なんていうんですかね、相手を攻撃するだけじゃなく、プラスちょっとなんか、なんていうんですかね、気遣うような、なんか、雰囲気っていうか素振りがあったりとかして、うん、ちょっとなんか曲の中でやっぱちょっと一つ次元が上ないような感じがしました。うん、良かったです、すごく。はい、僕結構バダサイさんのね、カリスマ性がすごい、それがすごい際立ってる、まあ、ユニットだなっていうふうにずっと思ってたんですけど、今回のビーフの曲で、そんなことないなっていう、あの3人がやっぱ揃ってこそのなめだるまさんなんだなっていうちょっと感覚は受けましたね。良かったですね。すごい長い曲なんですけど、全然長く感じなかった。で、僕何回も今リピートして聴いてるぐらいなんで、すいませんね、川崎南部の人間なんですけど、なんか非国民とか言われちゃうかもしれないですけども、はい、曲としてはね、すごく完成度が高くて良かったですね。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。はい、ではでは、あ、そういえばね、ちょっとね、お悩み相談ラジオでも暇だからやろうかなっていうふうに感じてるんですけども、どなたか、悩みとか寄せてくれたら、それにちゃちゃ入れて、ちょっとどんどん喋っていきたいなと、まあ、今、フルリモートワークやってて暇なんでね、はい、まあ、家から出れないんで、なんかやろうかなってことで、ちょっとラジオでも始めようかなみたいな、はい、思ってますので、悩みあったら相談寄せてください。ではでは、健太伝次郎でした、さよなら。